今日は節分です。森町の奥に神社では大勢の参拝者が特別ゲストと一緒に豆まきに参加し、今年一年の無事を祈りました。森町の奥に神社で開かれた節分祭は、春を迎える前にみんなで厄を払って福を呼び込もうという伝統行事です。今年はおよそ100人が参加し、浜松市出身の俳優筧利夫さんなど特別ゲストとともに拝殿で神事を執り行いました。その後、参拝者800人を前に豆などをまき、今年1年の開運を祈りました。お菓子と豆を少し取りました。家族全員が健康に過ごせればいいかなって思います。